駒金市。駒金市は、長野県南部、南新地方の市。市名は、小、中、高等学校に電話で、応募依頼し、公募からわずか3日で決定したものである。木曽駒ヶ岳の麓に位置することに由来するが、木曽駒ヶ岳、本岳は、地域ではない。応募市名には、駒金市のほか、水穂、天竜、伊賀、シガノなどがあった。駒マという名称は、 隣の宮田村にあったキャンプ場の名称であり、木曽郡挙松町の旧称も、駒金村であった。2005年、近隣の飯島町及び中川村と合併し、中央アルプス市という新名称に改名しようとしたが、その是非を問う、住民投票で反対多数となり、合併を断念した。カタカナの新名称が、住民に受け入れられなかったのが原因とされる。結局、 合併自体が白紙撤回されて、その後合併協議会も解散となった。似たような例は愛知県知多半島の南セントレア市でも起こり、いずれも大きなニュースとなった。稲谷の中央部、天竜川の貸し岸球場に位置する都市である。中央アルプス、木曽山脈と南アルプス、赤石山脈を望めるところから、アルプスが2つ生える町をキャッチフレーズとしている。 稲作、電気、精密機械工業が盛ん。ケンウッドの創業の地であり、本社機能移転後も事業所を置いていたが、現在ではすべて移転している。また、陽明酒製造が唯一工場を置く、生産地、陽明酒発祥地は、林村の中川村でもあり、陽明酒のテレビ CM にはたびたび、駒金工場が登場している。酒造メーカーも多く日本酒。 地ビールワインと多様なアルコール飲料が作られている。特に日本酒を作っている酒造株式会社調整者、主要銘柄、シナノツルは日本で5番目に純米酒しか作らない純米造になった酒造である。青年海外協力隊の訓練所が置かれており、多くの訓練生と共に多くの外国人が住む国際色豊富な都市でもある。そのため、 市内の保育園、幼稚園や小学校は、地元外国人との国際交流に力を入れている。2000年代から、土地区画整理事業により、住宅地や商業地の整備が進んだが、反面財政は悪化し事業費負担の影響で、被災残高は2005年度末に414億1767万円とピークに達し、その後減少したが、 2010年度末で396億8661万円となっている。第3セクター分などを含め、市が将来負担すべき実質的な負債額の度合いの将来負担比率は2010年度決算で167.7%となおり、これは県内市町村で最悪の財政状況である。大きく分けて、阿光地区と東、稲、中沢地区に分かれる。 阿公地区を、上材、東、伊奈、中沢地区を、龍島と呼ぶこともあり、文化や方言も少し異なる、阿公地区が、伊田より、東、伊奈、中沢地区が、伊より。市の区域の生誕は、基礎山脈、中央アルプスの狩猟線であり、宝剣岳、日野岳、熊沢岳東川岳、宇津木岳が隣接する、自治体とにまたがる山。 東端は、稲山地の主稜線であり、高津屋山、徳倉山、神馬形山、山頂部は中川村が隣接する、自治体とにまたがる山。中心市街地の西側の稲谷に二天竜川が、南北に流れ、その支流である大田切川が、市の北端の宮田村との境界付近を東西に流れ、中田切れ川が、市の南端の飯島町との境界付近を流れる。 宮田町は合併には極めて消極的であり、町民大会では95%が合併反対の意向を示したという。しかし翌日までに宮田町が合併の意思表示をしなかった場合、阿公町側は永久に市政施行できない状況であったため、地方自治法の改正のため合併を議決。その後宮田町による合併反対運動により合併取り消しを議決し、 一旦白紙になるも、県が合併の法律的正当性を主張したため、再び合併が推進される。宮田町では、住民投票が行われ、約88%の反対票が出たが、阿公町、中沢村、稲村の3町村は、法律的正当性を武器に、駒金市成立のあり事実を作る方向へ力を向けていき、通常の手段では和解は、不可能な状況になる。 結局、市政後分離以外に移っては、なしの意思が固められ、市政志行後の分子の内容を持つ、誓約書が調整され一旦合併。駒ヶ根市発足後10日後に、宮田川は、分子の申し入れを行う。市の中心となる駅、駒ヶ根駅。かつては、路線バス、駒ヶ根駅東伊那方面、駒ヶ根駅中沢方面が運行されていたが廃止された。 代替手段として、コミュニティバス、イナバスコマガネ営業所担当が運行されるも、それらも廃止となった。代替手段として、乗り合いのタクシー、コマタクが導入された。市内を循環するバス路線が廃止されたため、代替手段として実証導入された。民間のタクシー会社と提携することで病院などに設けられた停留所と自宅をつなげることを目的としている。 乗り合い型で、市内を5地区に分け、各地区あたり平均して、週に2日、1日にに往復する。ただし乗車するには前日までに電話予約する必要がある。姉妹都市 TBS のニュースの森屋テレビ東京系の人気番組、元祖、デブ屋にも紹介された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。